レオスチャンネルのお時間です。今日は富士の昔名物だった30度バンクというのに来てみました。これ伝わっかな、伝わる、これどのぐらいすごいか。ちょっとあんまり上まで登れないけど、要はこう水平がこんな感じ。ここのさ、ここ慣れないね。すげえ。これを昔のドライバーは200キロオーバーで走ったらしいです。怖くて入れないよね。あれ、あっちまで。ちなみにこっち見えますわ、広場。この先が昔ストレートで繋がってたの、この前回で、これを全開で行くっていう、やばいよ、立ってらんねえもんこれ。ちなみにこれ取れるか、ほら30度バンク、やばいね。立ってらんねえもん。確かに立ってらんない、これね、痛い。ここどうですね、今の時代で30度バンクがあっても走れって言われたらさすがにちょっと引くかな。これバンクって走るとどうなの。バンクは俺ニュルブルクリンクしか走ったことないけど、横 G 感じなくなるの、縦 G になる。うわって、これしかもそれさ、ここでレースするんだよ、ってことはここで2台7台するってことで狂ってますね。ここにもういられないもん、これきつくて。多分来ないとわからないんで、ちょっとこの YouTube 見た人はあれですよ、富士に行った時一回来た方がいい。これを昔から見ててすげえなと思ったので紹介したかったんですよ。これどうしても、アリオスチャンネルでは車の楽しみ方、遊び方も提案してますけど、こういう昔のね歴史っていうのもなんか紹介できればなと思ってるんで、これからもこういうシーンも撮っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価、いいねの方をよろしくお願いします。じゃあ